で、その次に、まあ、ガックン先輩と革命デュアリズムなんですよ。革命デュアリズムは、マジ激アツソングで、二人で歌うってなった時に、やっぱもう激アツソングっしょみたいな、なって、マジで、超熱いね。でもね、すっごいね、やっぱね、ナナ様とさ、西川さんだからさ、超むずくてこの曲。歌でマジでね、めちゃめちゃ練習したこれは。ほんとにやばくて。あ、そう、それで、ね、めっちゃね、最高のスクショをね、ちょ、どこだっけな、最高の。ちょ、もうほんとにね、笑っちゃったスクショがあって。え、マジで最高、え、もうちょっと待って、最高、あ、これ、これとこれかな、あ、これ、は見てください、君、これ、え、これ大好き、これ。オンラインの君たち、ほんとにさ、マジで。マジで。いや、めっちゃ嬉しいんだよ。コメントでさ、こうやってさ、パタチうまいなとか、かっこいいよ、やべえとか言って、脳汁出てきたとかさ。なんで君たちめちゃめちゃ当たっとるんやっていう。いや、めっちゃ嬉しかった、でも。いやー、オンラインの君たちノリが良くて最高です、ほんとに。ありがとうございます。いや、もう、良すぎた。最高にテンション上がりました。いや、大好きだなって思った、君たちが、ほんとに。あー、そう、ドアリズムの写真もあるよ。そう、学校の先輩。なに？なんか宙に浮いてったんだけど。なんか二人ともなんか、パッて打ってるように見えないんだが。二人ともパチンコ大会出てるんですか、これ。マジ？不思議なこともあるもんだ。ガローが、ありました。ガローですよ。もうなんでもう OBS か、ほんまに。ガローね。これもすごく熱かったです。本当にありがとうございます。実はね、なんか、この3人で歌うって決まった時に、何を歌おうかって話してたんですけど、まあ、その時に、まあ、いろんなね、曲が挙げられてたんだけど、まあなんかジャムプロジェクト映画なってなって、せっかくだからガロ映画なってなって、リュウシェン先輩もねめちゃめちゃええじゃんってなって、この曲になったんですけども、サビは上ハモだったのね。え、これマジむずくて、ほんまにむずくて、多分ねわかるかな、上ハモ歌ってて、でリュウシェン先輩がメインで、ガックン先輩が下ハモだったんだけど、マジでむずくて、最初一発目の練習会の時にひっくり返るかと思った。ギョ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 イーってなって、上子、このハモリはあのパタッチが本当に歌うんですか、ギョイーってなって、はためちゃんに練習した。もうなんか本当にね、もうパタッチもうずっとやばい、つられ、まずい、あーやばいってなってた。うん、てか多分だけど、メインの、主声を聞きすぎて、多分そっちに耳が慣れちゃってるから、えぐい、えぐいってなってたけど、もう激アツだった、ガロー。革命デュアリズム見たか、いやもうその時間には俺、待って、デイワンだよね、革命デュアリズムって。あ、もうダトカの待機だったな、それ。もうダトカの入り時間と被って見れてねえわ。でも、そう、なんかやったっての見て、うわこれ俺のためにやってくれてますやんって思ったわ、普通に。あれ俺のためにやってるよね、絶対。うわ、あの二人。うわ、マジか、粋な計らいするねっていう。イブラヒムのためだけに、あの曲選んでますわっていうのは伝わってきた、普通に。ね。あれ、革命ボーナスってことだもんね、だってつまり。コメント777、いや、777はね、浅いね、ちなみに。VVV でしょ。うわ、革命ボーナスの曲やん。つまり俺の、俺のためにっていう、完全に俺のため 100%、まあ、666だね、つまり。あれ、666枚出すのむずすぎやろっていうことだよね、おそらく。バルブレイブの曲だから、あれ実は。